ハディース批判とは、ハディースに対し行われる、その信憑性の多角的な検証、及び学術的な検知からの批評の総称である。イスラム教の多数派においては、ハディースの正当性が極めて重要視される。クルアンにおいて、イスラム教徒がムハンマドに従い、彼の模範に習うよう命じられるからである。イスラム教の多数派は、スンナは、 クルアーンと同様に従うべき神の啓示であるとするが、シャリアにおける規定の大部分は実際にはクルアーンではなく、ハディースに由来するものである。ハディースへの批判はいくつかの形をとっている。古典的なイスラム教のハディース研究は、不確かな伝承を排除し、古典ハディース集にまとめられているような、神聖からなるハディースを確立するため発展した。 しかし、一部のイスラム教の思想家や流派の中には、これらの努力が十分に行き渡っていなかったと主張する。その根拠として、初期の世代において、ハディースの数が異常な増加を見せていたこと、大量のハディースが相互に矛盾していること、また、イスラム法の主要な方言としてのハディースの権威性が、不正なハディースを生み出す動機となっていたことなどがある。 ハディース批判の度合いとしては次のような差がある。まず、ハディース検証学の方法論は認めるものの、シャリーや法の再解釈と再確率に向けて、より厳密な適用が必要であると考える人々、またスンナに従うことは重要ではあるが、ほんの一握りのハディースのみが十分に信頼に、値する転居として受け入れ可能と考える人々、そしてハディースは、スンナの一部ではなく、 ムスリムが従うべき規範はクルアンのみであると考えるハディース否定論者である。上記の学者、ハディース批判者は決して広範な支持を集めているわけではないものの、彼らをはじめとしてハディース適用の制限を提唱する少数派の中には、初期のイスラム学者であるワースイル・イブン・アター、イブラーヒーム・ナッザームや中世のイスラム学者、 ナワウィー、後の改革者であるサイード・アフマド・ハーン、ムハンマド・イクバールなどの著名な学者がいる。また、ゴルト・チーエル、イグナーツ、ジョセフ・シャハト、ジョン・ワンズ・ブロー、マイケル・クック、パトリシア・クローネなどの欧米の学者は、ハディースの歴史性や信憑性を、科学的エビデンスの観点から疑問視している。ハディースを否定する行為を、多数派のイスラム教徒は、不信仰であるとみなしている。 イスラム学者、ホセイン・ナスルは、ヒムスリムのオリエンタリストによる、ハディース批判を非難し、それを、イスラム全体に対して行われる、最も悪魔的な攻撃の一つとさえ呼んだ。ムハンマドの死後、一世紀半ほど立ち形成され始めた、初期のイスラム法学派やその学者たちの間においては、ムハンマドのスンナとその根拠であるハディースの重要性について、相違が形成されていたわけではない。 アハルラユとして知られる合理的な裁量をイスラム方言として導入する流派の中ではムハンマドのスーナを多くの方言の一つに過ぎないという考え方も存在した他の方言にはカリフや主要な初期ムスリムの伝統などがあるまたアハルカラームとして知られる史弁的な神学者たちはハディースの権威を否定した彼らはムハンマドの原稿や承認についての一世紀半前の 報告の信憑性を完全に確証させることは不可能と考えたからである。古典的なイスラム法学におけるハディースの最たる重要性を確立させたのはスンナ派のシャーフィー法学派の創始者シャーフィーである。シャーフィーはハディースについてこう得。預言者からの伝承についてはそれを裏付けるものであろうと矛盾するものであろうといかなる人物の発言も意味をなさない。 もし預言者からの伝承を知っていたならば、いかなる人物であれ、それに従ったはずであろう。米コロンビア大学のイスラム法専門家、ジョセフ・シャハトやダニエル・ W ・ブラウンをはじめとする多くのイスラム学者は、イスラム法学におけるハディースの権威性は、最初期のムスリムによる創意ではなく、その後、後世に受け継がれたものであると指摘する。ショックドによれば、シャーフィーが著作の中で、 ハディースの重要性を主張し続ける、必要性を感じていたということは、当時現れた逸脱者、異端者を非難する目的ではなく、自らの主張がまだ競技場多数派を形成しておらず、それを定着させるための努力が必要であったことを示唆しているという。ムスリムはムハンマドに従わなければならず、そのスンに習うべきとする心情は、クルアーンの三時十二分九十二。 24時54分、64、12などの、ショークに由来する。ハディースは、ヒジュラ歴3世紀頃まで口伝で伝えられており、ムハンマドの実際の教えや行動をどれだけ、忠実に、また精神的に踏襲しているか疑問視する声も、あったが、シャーフィーは、ムスリムは預言者に従うことを命じられている以上、神は必ずその手段を用意しているはずだという。 単純な命題を用いて、ハディースに従わなければならないと主張した。シャーフィーはスンナを神の啓示とみなし、その記録を古典的なイスラム法における基礎としたが、最も主要な方言であるクルアーンの中では法に関する証拠が比較的少ないにもかかわらず、ハディースは宗教的義務の詳細から正しい挨拶の仕方、奴隷への慈悲の重要性まであらゆることについて、 指示を与えている。ジョナサン・ ac ブラウンによれば、イスラム神学と法学の前景は、主にクルアーンを由来とするものではない。ムハンマドのスーナは、第二の、しかしはるかに詳細な経典とされ、後世のイスラム学者は預言者をしばしば、二つの啓示の持ち主と呼ぶようになる。シャーフィーの功績により、後世の学者は、 すんなが預言者の言動に由来するもの以外であると疑うことはほとんどなかったが、後世のハディース批判者はシャーフィーの理論に対抗し、初期の学派と同様の主張をすることもあった。不確かな伝承を排除し、本物の神聖なハディースの確証を目的としたハディースの審査・検証法は古典的イスラム学問においてハディース検証学として確立した。 この学問は、シャーフィーの死後およそ1世紀後のヒジュラ歴3世紀、古典的なハディース集が編纂、完成したことで、成熟期、すなわち最終段階に入ったとみなされている。ハディース検証学における伝承の信憑性を審査する検証法の確立はいくつかの理由からイスラム教において重要であった。ヒジュラ歴3世紀以降、シャーフィーがもたらした この競技の功績により、ムハンマドのスンナの最たる重要性が不動のものとなったことに加え、ハディースはイスラム法の一次資料としての地位を確立させ、それは政治的、神学的紛争におけるイデオロギーの道具として猛威を振るうようになった。しかし、ハディースは100から150年かけて口頭で伝えられてきたため、ヒジュラ歴3世紀に、 古典ハディース州が編纂されるまでは、ハディースの伝承経路を確認するための文献は存在せず、さらにハディースで図像は大規模に行われたため、ムハンマドの伝承としての神聖な正当性と地位が損なわれる恐れもあった。その規模の大きさは、最も有名なハディース収集家であるムハンマド・アルブハーリーが60万近くの伝承の数々を検証し、 その中から約7400を除く、ほぼすべての伝承を排除したと報告されていることからも伺い知ることができる。これはつまり、ブハーリーがハディースを収集した当時の段階では出回っていた伝承の約98.7%が劣像だったという概算となる。ハディース検証学におけるハディース心眼性の審査は以下の3つの基準に基づく。その伝承が 伝承経路が複数存在する共通、同一内容のハディスによって裏付けが取れるかどうか。このような無タワーティル核のハディスは信憑性は高まるものの、その存在は極めて稀である。この基準を満たさない、残された数多くのハディスについては、以下の要素が検証される。伝承経路が単一の伝承における核伝承者の性格と能力の信頼性。 これは預言者の共有には適用されない。彼らの人格と能力はムハンマドとの直接的な関係によって保証済みとされるからである伝承経路の連続性。ただし、上記の基準は下記の前提にも基づいている。ハディースの権利、または欠陥はその伝承者の性格、または能力の欠如に直接起因していることそれら。 県にある伝承者は特定可能であること共有以外の各伝承者は検証、審査されるべきである一方、実際の伝承経路の概念そのものの有効性を疑わないことこうした基準に基づく審査の対象はハディースの伝承者経路のみであり、本文そのものはほぼ全くと言って良いほど対象とならない。ハディースを審査、検証するハディース検証学の業績としては、 ヒジュラ歴3世紀以降の古典ハディス州に見られる。いわゆる新政陸書とは、前日のムハンマド・アルブ・ハーリーの、サヒーフ・アルブ・ハーリーをはじめ、サヒーフ・ムスリム、アブー・ダ・アウド、アル・ティル・ミズ・イー、イブン・マージャ、アル・ナサー・イーの6冊の書物を指す。イスラム教における、ハディースの収集や用途に対する批判は、シャーフィーによる古典的位置づけとしてのコンセンサスが発展。 確立されつつあった初期の時代や、それから数世紀を経た近代のイスラム改革派が、イスラム教の再興を目指していた時代に見られる。それに加え、ゴルトツィエル・イグナーツや、ジョセフ・シャハトのような、ヨーロッパの学者も、19世紀からハディース学問を、批判してきた。古典的な、ハディース批判の体系化は、アブー・ハニーファの時代。 膨大な数の鉄道ハディースが制御不能な状況に陥った時に始まった。しかし、ハディース研究、ハディース批判は、アブーハニーファから始まったわけではなく、彼の知的先達であり、当時のイスラム学者マーリクや、シャーフィーもまた、ある意味、ハディースの辛辣な批判者であった。スンナ派における最も権威的なハディース集となる、サヒーフ・アルブ・ハーリーが完成したのは、 西暦846年頃であると言われる。古典的イスラム学問におけるハディース検証学が、成熟期、そして、完成期を迎えたのは、シャーフィー没後から約1世紀後の西暦10世紀頃に、古典ハディース集が編纂されてからである。イスラム学者ダニエル・ W ・ブラウン博士によると、ハディースの信憑性、学術性、重要性が問われるようになったのは、 ヒジュラ歴に正規、シャーフィーがイスラム法の最たる権威として、ムハンマドのハディースを確立させた時に遡る。当時、アハルカラームと呼ばれる反対派は、伝承主義者の手法と、その結果の両方を強く批判し、ハディースにおける伝承の信頼性を徹底的に疑った。例えば、ハディースの伝承者の素質に対する伝承主義者の検証法は、 あからさまに恣意的であり、ハディース州を矛盾した冒涜的で不条理な伝承で埋め尽くされていると考えた。彼らはムスリムがムハンマドの模範に習うべきであることに反対はしなかったもの、ムハンマドの真の遺産とは何よりもまずクルアーンに従うことにあると主張した。クルアーンは全てのことを説明するものであり、ハディースはそれに優先されてはならないとされた。 ある問題がクルアーンで言及されていない場合、アハルカラームは、神が意図的に規定しないままにしたと考える傾向があった。彼らは、ムハンマドへの追従とは、神がムハンマドに下したクルアーンのみに追従することで、あるとし、クルアーンが、経典とともに、英知に言及する場合、英知とはスンナ派の主張するような、ハディースの別称ではなく、経典に定められた具体的な規定を意味すると、 主張した。その後、同様に、ムータズイラ学派も、ムハンマドのスンナの伝承は十分な信頼性がないと考えた。彼らによれば、ハディースは単なる憶測や、創造の産物に過ぎないが、一方のクルアーンは、完全無欠であり、ハディースや他の文献による補足や補完を、必要としないとした。アラブイスラム学者ラチャエル・オマリ博士によると、初期ムータズイラ学派は、 ハディースについては、仏議を醸すイデオロギーの道具として悪用される傾向があり、ハディースの本文は伝承経路だけでなく、その思想や明瞭性を吟味する必要があり、ハディースが有効とされるためには、ムタワーティル格のような形である必要があると認識していた。つまり、それぞれが異なる共有から開始する多数の伝承経路の束によって支えられている必要があるとした。 イスラム法学者ワイルハッダークは、ムタワーティル格とアーハード格の重要性について表しているが、中世の学者ナワウィーの主張としては、ムタワーティルではないハディースの真実性は、その可能性があるということに過ぎず、ムタワーティルのハディースのような確実性には至らないと述べている。そして、イブンアル、サラ、アルアンサリ、イブン、オボットアルシャクールのような学者は、厳密には、 わずか8つ、もしくは9つ以下のハディースしか、ムタワーティル核に当てはまらないという事実を発見している。ワースイルイブンアターは、4人の独立した伝承者がいる場合、報告の信憑性の証明になるとした。彼は、すべての伝承者が一致して、鉄像を報告することはできないと考えた。ワースイルイブンアターが、ムタワーティルのハディースを容認したのは、 ある出来事が実際に起こったことを証明するための証人という方角上の概念から来ていると思われる。そのため、一人しか目撃していない単一の報告とは異なり、一定の数の目撃者が存在することで、その目撃者が嘘をついている可能性を排除することができる。これは、ハディース検証学においてはその名の通り、単一人物の報告となされている。 アブーアル、ハドハルアル、アリフは、ムタワーティル核の伝承の検証に努めたが、真実性のために必要な証人の数は20人が必要であるとし、さらに伝達者の少なくとも1人が信者であることを条件とした。ムータズイラ学派の中で、理性とクルアーン以外の知識源に最も強い会議心を示したのは、イブラーヒーム・ナッザームである。彼にとっては、 イスナードが単一経路の伝承も複合経路の伝承も知識の習得において信頼できないものであった。彼は矛盾するハディースの数々を提示し、その内容の不一致を検証した上で、なぜそれらが拒絶されるべきかを示した。それらは人間の誤った記憶と偏見に依拠しており、どちらも真実を伝えることができないからである。ハディースの信頼性に対する イブラーヒーム・ナッザームによる批判としては、ハデイースは、様々な進学派や、法学者による極論と周波性を支持するために、ルフされており、伝承者の一人が、一つの伝承の内容を絶造した疑いを免れる、ことは決してできないとした。ナッザームの批判主義は、単一経路の伝承であれ、複合経路であるムタワーティルの伝承であれ、それらの検証そのものの不合理性を指摘するに、 とどまらなかった。彼の姿勢はまた、学者間のコンセンサスの信頼性を排除するものでも、あり、それは、単一経路の伝承を検証するために考案された、古典的なムータズずラ学派の基準にとって、重要であった。このように、コンセンサスや、ムタワーティルの方法論を両方排除したことは、ムータズずラ学派の中においても、彼の批判の鋭さと、広範さが特筆されることとなった。 ダニエル・ W ・ブラウン博士によれば、19世紀のイスラム学者、サイード・アフマド・ハーンとそれ以降の研究において、ハディースの信憑性に関するムスリムの議論の中心となった3つのトピックは、以下の通りである。ムハンマドの教諭たちの人格。伝統ハディース検証学では、ムハンマドとの直接的関係によってそれが保証されるとしたが、もちろんそれが調査によって、 実際に証明されたわけではないハディースが保存、伝達された方法伝承の真偽を区別する上でのイスナード批判の有効性20世紀の保守的な復興派、そしてリベラルな近代主義者は共にシャーフィーや古典的ハディース批判に反し、スンナはクルアーンの内容に照らし合わせた上で再評価されるべきと考えていた。 復興主義合理主義とは異なる、ハディース批判の方法論を用いたのは、シャーワリー・ユラー・デラウィー、シブリー・ヌ・マーニー、ラシード・リダー、ジャマール・ティ・マルカース・イミー、アブル・アーラー、マウドゥーディ、ムハンマド・アル・ガザー・リーなどの復興主義者たちであった。彼らは、ムハンマドの権威、古典的ハディース批判の原則に従うこと、シャリー・ア法の必要性を強く信じ、 ハディース否定論者の不道徳さを非難している。その一方で、彼らは古典的ハディース批判の成果であるはずの古典的ハディース州を、鉄造された伝承を排除するため再検討する必要性があること、また伝統派の学者がハディースの本文の評価を軽視してきたこと、その状況を改善するために法学者を活用するべきであること、そしてその結果をシャリー・ヤ法の改革。 再構築に活用すべきであると主張した。18世紀、シャー・ワリー・ユラー・デラウィーは、ムガル帝国が崩壊し始めたことで、インドにおける、ムスリムの力が衰退していくのを食い止めようとした。ムスリム支配力を回復するため彼はジハードを説いたが、彼はまた強情的な刷新や、原点が吟味されぬまま、イジティハードが実践されない古典的な方への、猛獣主義に対する改革にも、 関心を寄せていた。彼の研究の中心は、ハディース学問の復活であった。彼は、ハディース学者が伝統的に無視してきたハディースの本文を検証し、ハディース研究と法学の双方に精通した学者を登用し、伝承者が証言したことの意味を必ずしも理解していなかったために生じた、ハディース間の明らかな矛盾を解消しようとした。20世紀後半になると、 解雇主義派のサラフィー主義であるシブリー・ヌマーニー、ラシード・リダー、アブル・アーラー、マウドゥーディ、ムハンマド・アル・ガザーリーらもイスラム教の復権を目指し、特にシャリアを植民地主義と近代化による世俗的で西洋の影響を受けた法体系にとって変わられる以前のイスラム圏の法体系に戻すことを目指した。同時に彼らは適切なシャリアを回復するためには法学の 何らかの改革が必要であり、そのためには源流に戻る必要があり、源流をどのように解釈し、理解するかについての合意が必要であり、ハディースを再解釈する必要があるという点でも一致していた。シブリーヌマーニーは、伝統的なハディース検証学は、法学者の参加を必要とする作業であるにもかかわらず、法学を無視してきたことが誤りであり、その代わりに、 ハディース収集家に支配されていたと主張した。法学の応用とは、イスラム法学者の方法に従って、ハディースの内容の精神と関連性を、シャリーア全体の文脈の中で検討し、理性、人間性、歴史的条件にそぐわない腐敗したハディースを排除することである。ハディース収集者は、ハディース学問の学者というよりも、ハディースの技術者、 つまりイスラム法の学者に原材料を提供する労働者に近い。20世紀の南アジアの代表的な復興論者であるアブルアーラー・マウドゥーディも本文が停止され、ハディース収集家が偽りのある伝承を受け入れ、真実のある伝承を拒絶する結果になっていると主張した。マウドゥーディはまた、ハディースの伝達者としての共有の信頼性に疑問を投げかけ、 高貴な共有でさえ、人間的な弱さに打ちのめされたり、他者を攻撃したりしたと述べ、共有感の確執や論争の例を挙げた。マウドゥーディの批判は、第一世代のムスリムの集団的な道徳性は、非難されるべきものではないという古典的ハディース批判の協議と衝突した。マウドゥーディは、イスラム法において、ハディースを控えめに、あるいは全く使わないようにすべきだと考える。 近代主義者に強く反発したが、それにもかかわらず、伝統的イスラム学者からその見解を攻撃された。ユースフ・ワルカラダは、スンナにおける、ハディース批判の3つの基本原則を提案した。古典的なイスナード批判のツールを用いて、ハディースの信頼性と申請性を検証する。ハディースの真の意味と意図を理解するため、ハディースの出来事や発言の状況、 その発生の理由、クルアーンのショークや他のハディースの中での位置を調査する必要性。ハディースを他のより信頼できるテキストと比較して、それらと矛盾しないことを確認する。20世紀の星復興主義者やリベラルな近代主義者によるハディース批判とシャーフィーのような古典的ハディース批判を分け隔てた点とは、スンナがクルアーンを支配するのか、あるいは、 スンナはクルアーンに照らし合わせて再評価されるべきなのかということだった。20世紀後半にはムハンマド・アルガザーリーも孤立したハディースを再検討し、より高い権威の原則に従わせることを求めた。その中にはムタワー・アティルの伝統、共同体の監修、そして最も重要なクルアーンが含まれていました。シャフィーや古典的な研究者が スンナがクルアーンを支配すると考えていたのに対し、アルガザリはクルアーンがハディースの信憑性における最高の最低者でなければならないと考えていた。リーダーはクルアーンと異なるすべての伝統は、その伝承経路に関わらず、廃棄されるべきであると主張したという。二つの転居の間の確出の例は以下の通り。近代主義者その後、十九世紀のイギリス領、 インド帝国において、サイード・アフマド・ハーンのようなイスラム近代主義者たちは、科学への理解を深め、合理性を追求することで、西洋の植民地支配の影響やイスラム勢力の衰退に対処しようとした。彼らはしばしば、シャリー・アホを含むいくつかの協議を再解釈し、平等な権利、平和的共存、思想の自由といった近代的な規範を支持した。サイード・アフマド・ハーンは、 あとに、著名な学者であるゴルトツイエル・イグナーツや、ジョセフ・シャハトが行ったように、ほとんどの伝統ではなく、多くの伝統の歴史性や信憑性に疑問を呈した。彼は、特に、バイアルマナに従った伝承によるハディースの鉄道を非難し、ムタワーキル核のハディースの実を、クルアーンとは、独立した信頼できる、競技場の根拠として、信じるようになった。サイード・アフマド・ハーンは、 伝統的なハディース研究者は、ハディース本文の批判を怠っていたという議論の先駆者の一人である。彼によると、伝統的ハディース研究者らは、ハディース伝承者の信頼性の検証における混乱性に直面し、ハディースの内容を検証するという作業の段階までは、手が回らなかったのである。サイード・アフマド・ハーンの弟子であるチログアリはさらに突き詰め、 ハディースのほとんどすべてが鉄造であると指摘した。ムハンマド・イクバールは、ハディースを全面的に否定したわけではないものの、文脈や状況に応じて解釈すべきだと主張し、ハディースの使用に制限を設けた。ムハンマド・イクバールの弟子であるグラム・アーメド・ペルベーズは、もしハディースが神の刑示であるならば、なぜムハンマドや彼の直属の弟子たちが、クルアーンに対してそうしたように、書き留めたり、記憶したり、 組織的に収集したり、保存したりしなかったのかと疑問を投げかけている。エジプトのムハンマド・タウフィーク・スイドキーは、ハディースは、不条理な、あるいは捏造された多くの伝承が入り込むのに、十分な時間が経過して、ようやく記録され始めた。という。ジョナサン・ ac ブラウンによれば、スンニ派のハディースの伝統に対する、最も影響力のある、近代主義者の批判は、 エジプトのラシードリーダーの弟子であるマフムード・ア・ブライアであった。マフムード・ア・ブライアは、著書、ムハンマド教のスンナに照らし付ける光の中で、イスラム教の基礎は、クルアーン、理性、そして預言者の遺産に関する疑う余地なき、ムタワー・アティル核の伝承のみであると主張し、ムタワー・アティルでないハディースによって、口実のアブ・フライラのような信頼性のない伝承者が、 古典ハディース州を汚染していると指摘した。彼もサイード・アフマド・ハーン同様、ハディースの絶造は、畜語ではなく話の意味や感覚に基づいて、伝承されたことに起因するとしている。他の復興主義者と同様、近代主義者らもクルアーンの優位性を強調した。ハディースの歌詞を危惧していたサイード・アフマド・ハーンは、クルアーンは、預言者に関する情報を比較。 検証するための最上の基準であるとした。ラシードリダーは、それがクルアーンと確執するものとして、その伝承経路に関わらず、ハディースはすべて廃棄されるべきだと主張した。彼に続いて、タハフセインやモハメット・フセイン・ハイクルなどの多くのエジプトの知識人も、クルアーンはハディースを無効化すると主張した。少なくとも一人の近代主義者が唱えた。 クルアーン優位性の主張は、上述のアハルカラームの思想によく似ていた。ムハンマド・タウフィーク・スイドキーは、エジプトのアルマナール誌に掲載された、あるイスラーム譜はある、コーランはダーフという論文で、クルアーンのみで導きとして十分であると主張している。人間が義務付けられたことは、神の書に記されたこと以上のことではない。もしクルアーン以外のものが、宗教に必要であったならば、 予言者は、その記録を文書で行うことを命じ、神は、その保存を保証したであろうとスイドキーは指摘している。ブハーディをはじめとする伝統的ハディース学者たちが、数多く存在した鉄造ハディースの中から、神聖な、革新にまで絞り込むことに成功したかどうかは議論の余地がある。中世の法学者で著名なハディース学者でもある、ナワウィーは、 最も信憑性の高い二大ハディース州の中で多くの学者がこれらの著作の収集者が想定した検証条件を満たしていない多くのハディースを発見したと述べておりヨーロッパの学者ジョセフ・シャハとは古典的コーパスでさえ信憑性の極めて低い非常に多くの伝承が含まれていると主張しているムハンマド・アル・ガザーリーは彼の著作 AL ・カー,ルーンアル クリファイアルタウィルの中で、いくつかのハディースに見られる、問題点について、匿名の、質問者からの質問を取り上げているが、その中には次のものがある。サタンは、あなた方の血管の中を走っている。サタンは、糞尿と骨から栄養を取る。楽園は天地ほども広いはずだが、その二つの範囲内のどこかに含まれているはずではないか。それより数世紀も前、 ムタズイラ学派がこうしたハディースに異議を唱えていたが、スンナ派の学者たちは、神の経典に対し理性を働かせたために生じた、誤りだとして、これを退りけた。15世紀の中世のイスラム学者、イブンハジャルアルアスカラーニーはと述べる上記のハディースを目にしたとき、古代人は、それと同等の慎重だったのではないかと考え、ハディースの信憑性を疑うことなく、今日に至るまで、 この問題を解決する方法は見つかっていないと率直に認めている。しかし西洋の自然科学やテクノロジーの台頭により一部のイスラム教徒は別の結論を出したのである。批判家たちはハディース鉄像を正当化するシャーフィーインの時代の誰かよりも預言者が言うことのようには思えないハディースを批判している。それらは以下である。ヨゼフ・ショックドは 非常に多くの矛盾したハディースが存在する原因は、矛盾した教義や慣習への反論として使用するために、鉄造されたハディースである、可能性が高いと主張している。イスラム学者、ジョナサン・エーシー・ブラウン・エヌは、イスラム教の初期の異端宗派である、ムータズイラ学派によって否定されたハディースについて、解説している。しかし、古典的な伝統主義イスラム学者たちは、これを異端と見なした。 さらに、蛇毒の下毒剤には、蛇の肉が使われていることに例えて、ハディースの信憑性と内容の真実性を弁護している。これらの多くは、奇跡のような反自然主義的な釈明として答えられた。サヒーフとされるハディースであれ、鉄像は、免れず、その使用に制限を設けるよう提案した学者は、初期のイスラム学者、イブラーヒーム・ナッツーム、イブンサード、ナワウィー、イブンハジャル、 そして、後世の改革者、サイード・アフマド・ハーン、ムハンマド・イクバールなどがいます。また、西欧の学者であるゴルト・ツイエル、イグナーツ、ジョセフ・シャハト、GHA ジュ・ヤンボール、現在では、エスラール、アーメド・カーンなどである。多くのハディース否定論者たちにとり、ハディースの露呈する自然科学やハディース同士の矛盾は、伝統派ハディース学者らが、 虚偽のハディースを全く見抜けなかったことの証明であり、彼らの方法論には何だか決定的な問題があるのではないかと考えた。その理由として、伝統派ハディース学者らは、ハディース本文を軽視し、ハディースの伝承経路の検証を一辺倒に重視していたことが挙げられる。また、伝統派学者らが注目していた伝承者の性格、能力といった、 人物像の検証を試みる伝統的ハディース検証学を否定論者たちが受け入れたわけではない。伝承者の人物表は生きている者の,の人格を判断するのも十分難しいのに、それが遠い過去の人物の検証となるとどうして正確な科学であり得るだろうか。伝承者に関する情報は乏しく、さらにしばしば矛盾しており、偽善者は非常に狡猾である、 可能性もあるため、すべての関連情報が収集されているという保証はないのである。さらに、もしハディースが改ざんされたのであれば、伝達者に関する歴史的な報告も同時に改ざんされているはずである。さらに、仮にハディース本文が捏造できたのであれば、伝承者経路も捏造できたはずである。これは、従来の伝統派ハディース学者が完全に無視してきた問題であり。 古典的ハディース批判の時代において、おそらく最も深刻な課題であった。ハディース鉄造者が、自らの鉄造を隠すために伝承経路を、鉄造していたことが判明しているのに、ハディースを伝承経路に基づいて信頼できると判断し得るだろうか。結局のところ、そこには最も尊ばれる権威に、自らの発言を帰属させるための強い動機があったのである。 バーナード・ルイスによれば、イスラム教初期の数世紀においては、ある大義名分や見解、党派を宣伝するにあたり、預言者の行為や発言の引用よりも優れた方法はなかったという。このことが、ハディースを劣造する強い動機となった。サイード・アフマド・ハーンとシブリー・ヌ・マーニーを引用した、ダニエル・ W ・ブラウンによれば、ブハーディやムスリムによる、サヒーフ・ハディースでさえも腐敗してしまった主な原因は、 以下の通りである。政治的対立と派主義的な偏り畜語的でなく、その意味、意図を組み取った内容の解釈で図像の動機が何で、あれ、ハディースには議論の余地なき矛盾があることに加え、いくつかのサヒーフ・ハディースも誤りが見受けられ、イスラム法における方言として高い地位を与えられるべきでない理由がある。他にも、ハディースという形のスーナが、神の啓示として、 クルアーンの基準に及ばないという議論がある。伝統ハディース検証学では、ハディースの信憑性を検証するための主要な手段として、ハディース伝承者のイスナードが用いられる。しかし、最古のハディース州のイスナードは、簡素かつ初歩的であるのに対し、後の古典的ハディース州に見られるイスナードは、通常、完璧であり、質の高いイスナードと神聖のハディースとの間には、 相関関係がないことが示唆されている。米国人ムスリムのイスラーム学者、ジョナサン・エ c シー・ブラウンによると、20世紀エジプトの学者、マフムード・ア・ブライアは、信頼性の高いとされる教有からハディースが伝えられることの問題点を指摘している。その一人のアブー・フライラは、ムハンマドの死からわずか2から3年前に、ムスリム共同体に加わったにもかかわらず、 数多い教有の中でもハディースを最も多く伝えた人物であり、彼が聞いたと主張する何千ものハディースを伝えるが、これはムハンマドの初期から一緒にいた教有が伝えるよりもはるかに多い数である。マフムード・アブ・ライアなどはアブー・フライラが主張するような何千ものハディースを彼が聞いた可能性は極めて低いと考える。同様にアブー・フライラがイスラム法や 綺麗の詳細を学び、これらの問題に関しハディースの意味を変えないように報告した可能性も低いと考えている。に夢中になっていたことでも知られている。イカサウンショウ。ウマルがカリフ時代にハディースの伝達を禁止したのは議書の問題が非常に深刻になったためである。ウマイアーサでは敵であるアリーを攻撃したり、王朝の創始者ムアウエアを支持したりする。 ハディース鉄造が国策として行われた。その次の王朝であるアッパース朝は歴代の支配者の知性を予言するハディースを流通させた。誤ったハディースを排除することを仕事とする伝統派学者たちも自分たちが価値あると考える目的のため鉄造されたハディースを流通させた。ハディース検証学では異国由来と想定される物語はイスラエリアートとして知られている。 この故障は、ユダヤ教、イスラエルの源流から発展した伝承であることを示すが、キリスト教やゾロアスター教などのその他の宗教から生まれたものも存在する。近代以前の学者の中には、これらの物語を熱心に釈義に用いた者も,もいれば、非難した者も,もいた。現代では、それらはイスラム教に反するものとして批判されている。 ラシードリダーの友人であり弟子でもあったマムード・アブ・ダイアは1958年に出版した著書、ムハンマド教のスンナに照らし付ける光という書籍の中で神聖と思われるハディースの多くは実際にはムハンマドに介されたユダヤ教の伝承であると断定している。ハディースとユダヤ教の影響の関係を指摘した西洋における最も初期の学者はフランスの東洋学者、 バルテルミー・イデルブロであり、彼は、神聖陸書のほとんど、また、ハディース文学の多くの部分が、タルムードから流用されていると主張した。タルムードは、ムハンマド誕生の少なくとも一世紀前に、エルサレムで記録され、その後はイラクでも記録されている。その後、アロイス・シュプレンガー、ゴルトツィエル・イグナーツなどの多くの東洋学者がこの、方向性で批判を続けた。 より精緻な研究成果としては、W.R. テーラーによる AL、A.L. ブカリザ・アゴダがある。テーラーは、サヒアル・ブハーディからのいくつかのハディースを、タルムード及び、ミドラーシュから派生したアッダーダーのテキストと比較し、ハディースは、タルムードとミドラーシュから流用されたものであると結論づけた。テイラーは、大量のユダヤ人の、区伝情報、報告、物語、民族情報が、 タルムードやミシュナーの転写の際に、アラビア半島に住むユダヤ人や恐怖、キリスト教圏を経由して、ハディースが形成された後に、イスラム文学全般、特にハディース文学に入ってきたと主張した。他の学者は、ハディースに異なる宗教的影響を見出している。フランツ・ブールはハディースをより、イランゾロ・アスター教的な背景と結びつけ、デイビッド・サミュエル・マーゴリウスは、 聖書外典のアポクリファと結びつけたほか、アルフレッド・ギヨームは一般的なキリスト教による影響を強調している。ハディースを何世代にもわたって苦伝してきたために腐敗が生じたという批判に対し、伝統派は信頼性が低いのは口伝の方ではなく書き写された文字による伝承であると反論する。実際、区伝は生きた証人によって証明されない限り、 ほとんど価値のない孤立した文章よりも優れていたとし、対する区伝の信頼性は、アラブ人の驚くべき記憶力によって保証されていた。伝統主義派のムスリムは、鉄像ハディースの存在自体は否定しないが、ハディース学者らの功績によって、これらの鉄像ハディースはほとんど排除されたと考える。ムハンマドの、スンナとは、ムハンマドが定めた具体的な先例をハディースとして、 伝えたものだけで構成されるべきだという理論の創始者であるシャーフィー自身も信者は預言者に従うように命じられていること、そしてクルアーンにおいても神の使者の中に神と最後の日に希望を持って前を向き神をひたすら思い出すすべての人にとって確かに良い手本があると記述されていることから神は確かにそのための手段を提供したに違いないと主張した。 伝統主義派ムスリムは、そもそもハディース検証学は、鉄道ハディースを厳密に審査する目的で確立したものであり、ハディース検証学は、これ以上の研究を必要とせず、実りある成果は、今後出ないというほどの完成度に達していると自負する。さらに彼ら伝統主義者たちは、ハディース批判者について、正当な議論の根拠として、ハディースの権威を黙認しているとし、 ハディースを使用して、ハディースの矛盾を指摘する行為を非難する。伝統的ハディース学問を擁護する一冊、ザ・エボリューション・オブ・エ of A h a d では、その支持者、ビラル・アリによると、過去千年にわたり、伝統派ハディース学者が実施してきたハディース批判の方法は、現代の東洋主義的アプローチよりも、はるかに科学的で正確であると主張している。 西洋のハディース批判に反論しようとした伝統ハイスラム学者には、ムスタファー・アッシバーイとムハンマド・ムスタファー・アズミーなどがいる。西洋の学者の中にも、ハラルドも月のように、こうした改革主義的アプローチ全体を批判する者がいる。米国人ムスリムのジョナサン・ A、C. ・ーブラウンによれば、ジョセフ・シャハトとコジー・エーシー・ヤンボールによる、初期のハディースと法の研究は、小規模で、 恣意的な資料しか使っておらず、回帰的な過程に基づいており、それらを総合すると、あるハディースが実際に、イスラム共同体の創世期に遡る、可能性よりも、はるかに低い一連の偶然の一致を信じるよう、読者に求めてることが多いと釈明している。伝統保守派の著名なファトワーサイトの一つ、ムハンマド・サーリーフ・ワルムナジドが監修する、サラフィー主義サイト、イスランカは、ハディースを、 否定、拒否し続ける者は、以下のような場合を除いて、重大な危険にさらされると述べている。サヒーフ・ハディスでさえ信頼に値するようなものでないと、主張する人々は、シャーフィーがイスラム法として導入し確立させた、伝統的教義、すなわちクルアーンのショークはムスリムが、預言者を従うこと、そしてそのスンナに従うことを命じており、そのスンナは、 サヒーフ・ハディース州に明記されているという論説と対峙することになる。批判者の中には、ムタワー・アティル・ハディースと呼ばれる、サヒーフよりも、はるかに稀ではあるが確実性の高いハディースを支持する者もいれば、ハディースを完全に否定し、預言者のスンナに従うように促す命令は、 ムスリムの第一世代にのみ適用されると主張したり、すべてのムスリムに適用される預言者に従えという命令は、クルアーンへの従順さのみを指すとする見解も存在する。エムオフェルクによれば、サヒーフのハリィスがムハンマドの言葉を確実に知ることができるというのは真実ではないが、サヒーフの中にはそのような知識を提供することができる部分もあり、それは 非常に稀なムタワーアティル核のハディースであるとする。ムタワーアティルとは、多数の伝承者が虚偽に同意することはありえないとの前提をもとになり立つ、ものである。この条件は、伝承経路の最初から最後までの一連の鎖の中で満たされなければならない。しかし、ムタワーアティルのハディースは、蒸気のようなありえない矛盾したハディースを除外し、ムハンマドに従い、 模倣せよというクルアーンの命令を満たすかもしれないが、何世紀にもわたり、ムスリムが発展させたイスラム法学の基礎として適用できるものではない。バーイルハラークによると、伝統主義者が扱い、法学者がそれに基づいて法律を導き出したハディースの大部分は、アーハード、すなわち非、ムタワーティルハディースとして知られている。それは、鉄像に加担する可能性を排除するために、 十分な数の同一本文を持つ伝承経路のない、ハディースである。これらのハディースの信憑性は、その可能性があるだけであって、確実ではない。一つのハディースが、ムタワーキル格としての条件を満たすためには、どのくらいの伝承経路が必要かについて、法学者の間では、意見が分かれていた。イスラム法廷におけるカーディは、判決を下す前に4人の証人による証言を、 審議し、彼らの道徳的な公正さを審査しなければならない。ことから、最低でも5人とする意見もあったが、12、20、40、70、313とする意見もあり、それぞれの数字は、クルアーンのショクなどの宗教的説明により、正当化される。フェルクは、ムタワーティルを高く評価する多くの資料を引用している。伝統派ハリース学者は、これに反対し、 無駄はアテるではないハディースを適切なものとしている。スンナ派の四大法学派の法学者の大多数は、たとえアーハード・ハディースが正当な知識を生み出さないものであっても、アーハード・ハディースに基づいて行動することを義務づける。このように、現実的な法律問題においては、肯定的な推測は義務の根拠として十分であると、マハンモット・ホシム・カマルは言う。 ムタワーティルカク・ハディースが稀であることから、後世の最も著名な伝統主義者の一人である。イブンアル・サラは、ムタワーティルカクのハディースは稀であるため、イスラームの実践の多くでは、確実な知識は実現可能でも必要でもない。むしろ、確率的、あるいは合理的な知識があれば十分であるとしている。もう一つの議論は、ムハンマドに従い。 模倣することをムスリムに求めるクルアーンのショークは、ムハンマドと同時代の信者に向けられたものであり、後世の人々に向けられたものではないというものである。クルアーン主義を掲げるアーレクルアーン運動は、このショークは、ムハンマドと同時代の教有たちが置かれた特殊な状況に向けたものであり、それ以降の世代に向けられたものではないと主張している。時代や状況が変われば、 法の細部も変わるべきだが、イスラムの普遍の原則はクルアーンにあるという語句は一度も出てこない。後のクルアーン主義者たちはここに、さらなる議論を展開させた。20世紀初頭のエジプトの学者、ムハンマド・タウフィーク・スイドキーは、ムタワーティルのハディースであっても、ある慣習があらゆる時代、あらゆる場所で拘束力を持つことを証明するには、不十分であると主張した。スイドキーは、 ハディースに基づくムハンマドのスンナを一時的、暫定的な法と呼び、スンナが預言者の時代に生きた人々だけを対象としたもので、ある理由をいくつか挙げている。パキスタンの交際判決において、ムハンマド・シャーフィー判事は、ムハンマドの言動が神の啓示であるという協議に反論し、クルアーンが求めるムハンマドへの服従は、実際には、おののが、 ムハンマドのように誠実で、堅実で、真面目で、宗教的に経験であることを求めているのであって、彼と全く同じように行動したり考えたりすることを求めているのではなく、それは不自然で、人間的に不可能なことであり、もしそうしようものなら、人生は絶対に困難となるだろう。一部の批判者は、ハディース信憑性の問題を回避するために、 ハディースから独立したスンナの根拠を確立しようとした。スンナの最も基本的で重要な特徴であるイスラム実践の5柱におけるサラートやザカートなどは多くの人から多くの人へと、すなわちハディースの書物を通さずにムタワー・アティルの監修によって伝えられてきたことで知られている。ファズル・ラフマン・マリクはスンナは一般的な包括的概念であるべきで、 ハディースに由来する絶対的、具体的な内容で満たされているものではないと主張した。ハディースやイスナードは絶造、改ざんされており、垂直的な神の啓示と同等とされるべきではないが、それでも預言者の精神を伝えるものとして捨て去るべきではなく、イジュマーとして高く評価されるべきであるとした。ムスリムに対し、ムハンマドへの従順と模倣を求めるクルアーンの証拠は、預言者と 同時代の人々にのみ適用されるという議論に関連して、現代のムスリムにとって、ハディースが不要であるだけでなく、その基礎となるスンナでさえも不要だとする考えがある。クルアーンはすべてを説明するものであり、ムハンマドへの従順とは、神がムハンマドに下した経典であるクルアーンに服従することであるとする。我は、経典と英知をあなた方に授ける。とクルアーンにあるが、 経典がクルアーンで、英知がハディースであるという一般的解釈は正しくないとする。クルアーンはそのままで明確かつ完全であり、ハディースは必要ないというクルアーン主義の主張を裏付けるために引用されるクルアーンの不死は以下の通りである。この考え方は、ハディースを神学的に否定したイスラム2世紀のアハルカラーム運動にまで遡り、 ムハンマド・タウフィーク・スイドキーも賛同し、もしクルアーン以外のものが宗教に必要であったならば、預言者はその記録を文書で行うことを命じただろうし、神はその保存を保証しただろうと記した。また、クルアーン29章18節では、使徒であるムハンマドに従うこととは、使徒が伝達した啓示、つまりクルアーンに従うことであるとも明確に述べられている。 この思想よりも穏便な考え方としては、ハディースがクルアーンの内容と確出する場合は、その伝承経路に関わらず、すべて廃棄されるべきであるというものである。つまり、その場合クルアーンはハディースを無効化するというものである。西洋の学者はムスリムの学者と同じようにハディースに関する特定の懸念を持っていたが、ハディースをめぐるムスリムの議論に、 直接的な影響を与えることはほとんどなかった。1890年から1950年にかけて、欧米の東洋学者らによるハディース研究の時代が始まった。ゴルトツィエル・イグナーツとジョセフ・シャハとの影響力を持つ2冊の石となる著作がそれである。イグナーツは、ハディースの信憑性に関する批判的研究を開始し、 ムハンマドのハディースの大部分は、それが属するとされる、ムハンマドの時代の証拠ではなく、むしろずっと後の時代の証拠であると結論づけた。シャハと後に、イグナーアッツの批判的研究をより宣伝させた。ジョン・エスポージーとは、現代の欧米の研究者は、ハディースの歴史性と信憑性に、深刻な疑問を投げかけていると指摘し、 預言者ムハンマドに起因する伝承の大部分は実際にはずっと後の時代に書かれたものであると主張している。エスポジートによると、シャハトは722年以前の伝承の正当な証拠は見つからなかったとし、そこからシャハトは預言者のスンナは預言者自身の言動ではなく、それ以降に作られたアポクリファ由来の資料であると結論付けている。バーアイルハラークによれば、 1999年時点では、ハディースの信憑性に対する欧米の学者の態度は、次の三つの立場をとっている。シャハトが1950年に記念否定となる著作を発表して以来、この問題に関する学者の議論は盛んに行われてきた。それは、シャハトの結論を再現し、またはそれを超えようとする立場、反論しようとする立場、そして、両者の中間的な、 おそらくは、総合的な立場である。ジョン・ワンズ・ブロー、マイケル・クックなどは前者に属し、ナビア・アーボット、エフ・セズ・ギン、エム・アザミー、グレゴール・ショーラー、ヨハン・フュックなどは後者に属する。モツキ、ディ・サン・ティレアナ、G.H. ・ジュインボル、ファズル・ラフ・マーン、ジェームズ・ロブソンは、中間の立場である。ヘンリー・プリザーブド・スミス及びゴルト・チー・エル・イグナーツも、ハディースの信頼性に異議を唱えており、 スミスは、伝承の鉄像や創作は、非常に早い時期に始まったとし、多くの伝承は、外面上はよく認証されていているかに見えても、鉄像の内部証拠があると述べている。イグナーツは、ヨーロッパのハディース学者たちは、ごく一部のハディースのみが、ムハンマドと彼に従う、者たちの時代の実際の記録とみなすことができると、記している。また、イグナーツは、 ムハンマド研究の中で次のように述べる。政治的なものであれ、競技的なものであれ、イスラムにおける論争の的になっている問題の中で、様々な見解の支持者が、堂々としたイスナードを備えた伝承を多く、引用できないことは驚くべきことではない。歴史学者のロバート・ g ホーイランドは、ウマイヤ・朝時代には、中央政府のみが法制定することが許されていたが、 宗教学者たちはこれに異議を唱え、預言者から伝えられたハディースがあると主張し始めたと述べている。これを聞いたハディースの伝承者であるシャービーは、生まれイブンハッターブの息子アブドッラーから、一つのみを除き預言者のハディースを聞いたことはないと述べ、預言者のハディースをむやみに多く語って回る人々を批判した。ホイランドは、イスラムの歴史的資料が、 イスラム史を正確に表していると認めている。ドイツの東洋学者、グレゴール・ショーラーは次のように記している。彼は、それらが初期イスラム教の歴史についての代替的な説明を支えるのにはほとんど適していないことを示している。バーナード・ルイスは次のように主張する。何らかの政治的目的のために新しいハディースが作られることは現代に至るまで続いている。 第一次湾岸戦争の準備段階で、1990年12月15日に、パレスチナの日刊誌、アルナハールに掲載された、ある伝承は、現在、広くルフしていると説明されている。その内容は、バヌー・アスファル、ビザンチン及びフランク人がエジプトと合同で、砂漠で、サディムという男に対抗し、一人も戻ってこないだろう、という別蔵ハディースを、予言者、 ムハンマドの言葉として引用している。レザー・アスランは、伝承の時代が下るにつれ、イスナードはより完璧となるといった、シャハとの格言を引用し、それについて、恣意的だが正確だと語っている。ハディース研究を専門としたイスラム学者、GHA ジュヤンボールによれば、イスナードという制度そのものは、預言者の死後およそ4分の3世紀後に誕生したとの、ことで、それ以前は、 ハディースやキサスが無造作に、しかも、ほとんどが匿名で伝えられていた。イスナードが登場してからは、その規定上必要とされた場合には、古い権威者の名前が付与された。よく知られた、歴史上の人物の名前が選ばれることもあったが、それ以上に、不完全なイスナードの中の名前を埋めるために、架空の人物名が作られることも多かった。パトリシア・クローネも、同じ意見で、 初期の伝統ハディース学者らは彼ら自身が歴史的に一次資料に近かったにもかかわらず、後の基準では大雑把で不十分となるハディースの伝承経路小術の習慣を発展させることに不信していたと指摘している。後世のハディースは火の打ちどころのないイスナードを完成させていたものの、それはすでに劣像されている可能性が高かった。 彼女は、神聖ハディースの鉄像がいつから始まったのか、わからないので、神聖ハディースの核心を絞り込むことはできないと主張している。ブハーディは預言者にまつわる60万件の伝承を審査したと言われるが、彼は約7000件を保存し、言い換えると約59万3000件を鉄像として廃棄した。もし約3万件の伝承が収録されている。 ハディース州を持つイブンハンバルが同じ基準で伝承数を審査したと仮定した場合、彼は約57万件の伝承を廃棄したことになる。イブンハンバルの伝承のうち、ムハンマドの共有であるイブンアッパースが伝えた伝承は1710件である。しかし、その50年前にある学者はイブンアッパースが預言者から聞いた伝承は9件であると推定し、 別の学者は10件ではないかと考えていた。イブンアッパースが預言者から聞いた伝承が、西暦800年頃で10件、850年前後で1000件を超えていたとしたら、西暦700年や632年当時には何件の伝承を聞いていたのだろうか。仮に、イブンアッパースが聞いた10件の伝承が本物であると認めたとしても、1710件の伝承の中から、 どのようにして、それを特定するのかという疑問も残る。ジョセフ・シャハとは、伝承の技術的な批判は、主にイスナードの批判に基づいていると述べている。イスナードは、時間の経過を無視して、増大、逆行、横方向への広がりがあったため、不正なハディースを排除するには、効果的ではないと彼は考えている。ハディース批判者たちは、伝統的ハディース学者らによる、 イスナード検証方法の問題点だけでなく、ムハンマドによる原稿や承認を伝えることを目的とするハディースの本質の部分である本文の評価についても不足点を指摘する。伝統ハイスラム学者によるハディース研究の重大な弱点は、ハディースの趣旨、本文が意味を成しているか論理的であるかを検証できなかったことだと主張する。マットンは実質的に神の啓示であり、 いかなる形式の法的、歴史的批判も受け入れ不可能であると考えられてきたからである。エヌコールソンは、ムスリムの学者たちは、ハディース鉄像の可能性を認識していたが、その真偽の検証は伝承者の伝承経路を注意、深く調べることに限られていたと指摘する。その連鎖が途切れることなく、個々のつながりが信頼できる人物であれば、そのハディースは拘束力のある方言として、 受け入れられたのだ。ハディースの内容については、前述のような信仰上の観点から、一切の疑問を抱くことは許されなかった。シャハとは、預言者からのハディースは、疑問や推論なしに受け入れられなければならないと主張する、シャフィーを引用する。もしある伝承が、預言者に由来すると認証されたならば、それに従わなければならない。誰であれ、それに対しなぜ、 どのように、と問うことは間違いである。また、ゴルトツィエル・イグナーツは、内容の価値を判断するには、イスナードの正しさを判断する必要がある。ムスリムの批評家は、最も粗雑な時代錯誤であっても、そのイスナードが正しいということであれば、何とも思わないようだ。伝承は、その外見的な形態についてのみ審査されていると、イスナードを批判した。ヨーロッパや、 ヒムスリムの学者たちは、この伝統的なタイプの批評では、不十分だと考えた。ハディースは、その内容と、その用語が、法体系や制度の発展において占める位置によって、検証されるべきである。イスナードに対する、もう一つの批判は、伝承者や語り手の道徳的、精神的能力を評価する、イルム・アル・リージョルとして知られる伝統的なハディース。 研究分野の有効性に対するものであった。ジョン・ワンズ・ブローは内部矛盾、匿名性、シー性を理由にイスナードを受け入れるべきではないと主張している。具体的には人物表に記載されている以外の多くのハディースの伝承者に関する情報が存在しないため、それらが疑似的投影、すなわち後世の伝承者によって作り出された名前であるかどうかが疑問視されているのである。 ありがとうございます。